はい、はい、こんにちは。こんにちは、谷水力です。平野光秀です。はい、ということでね、はい、クロストークですよ。来ましたね。はい、クロストーク来ました。来ました。今日のテーマは、テーマは、あなたにおすすめしたいもの。そうですね、おすすめしたいものでしょ。やっぱこれ結構難しいですね。結構むずいのよ、本当に難しい。まあ物って言ってもね、まあ場所でも、まあ、いろいろことでも何でもいいんですけど、僕がおすすめしたい、うん、まあ、ものっていうのは、うん、いろいろ考えたんですけど、うん、僕最近携帯アプリ結構やってるじゃないですか。やってるやってる、結構。で、携帯アプリで僕最近将棋してるんですね。おお。で、大水君とか絶対将棋とかやんないから。いや、やってない。ルール分かる。桂馬取りぐらいしか分かんないからもう。だから絶対やってほしいっていう。おお。何そのさ、将棋のアプリだと、うん、何そのどこに場所を動かすか分かんない。あ、分かります。できるの？できる。表示されるの？はい。あ、いいじゃん、いいじゃん。やってほしい。で、対戦できる？対戦もできる。あります、通信とかね。へ、はい、でそのなんかいろいろ考えたんですよ、僕。漫画とかも考えたんですよ。うんうんうん、漫画も読む。でも、あ、読みます。まあちょいちょい漫画アニメも結構見たりする。あ、そうなんだ、うん、漫画とかも読まなそうだし。ああ、でも漫画じゃなんかつまんないかなと思って。おお。将棋やんなそうだと思って。全然やんない俺。絶対結構変化球ですよね。変化球だね。そう来ると思わない。将棋はないね。だからどっちかっていうとチェスだし、なんか。あ、でもチェスもない雰囲気だから。あ、まあ、マジシャン、マジックもやってるから。あ、マジックね。そう、マジックも好きだしね。だから、なんか、あえての将棋っていうのはちょっと面白いなって。あー、将棋はちょっと、じゃあ結構好きっていうか。やってんの最近？やってて、アプリでやってて。で、ちっちゃい頃からお父さんの時やってて、うん、最近あのネット番組とかで、うん、将棋とか流れるじゃないですか。僕暇な時流れる。そう、流れるんですよ、ネット番組で。テレビで、あの携帯の、あ、携帯の、あ、なるほど。で、僕電車の中とかで暇な時ずっと見てるんですよ。マジ？おじいちゃんじゃん、もう。でもいいね、将棋ってね。なんかほのぼのして、うん、結構頭使うから。そうだよね、あんなんだ、頭脳戦だもん。本当に深いんですよ。ちょっとじゃあやってみようかな、うん、じゃあやってみて。やったらちょっと対戦しよう。はい、しましょう。あれでも辛くなったらやりましょう。ありがとう。おーまあ、ちょっとね、いろいろ覚えて戦略とか楽しいからやってみますよ。はい、じゃあ僕で、はい、僕のおすすめしたいものなんですけど、 B リーグって知ってます？ B リーグ分かんですか？ B リーグ分かんないですね。 B リーグってあのほら日本のバスケのプロバスケのリーグ。ああ、 B リーグね。そう、 B リーグ。B リーグみたいなだからどう、バスケ見たことないでしょ。うわ、あのプロのある、その日本のバスケっていうのは、あ、NBA はあるけど、まあ、結構あるけど、テレビとかでもね。日本のリ結構やってなくないですか？テレビではね、あんまそんなやってないかもしんない、普通には。うん、だからあんま見る機会なくて。おお、ぜひぜひ。あ、見たいね。あの実際で見てみたい。そうそう、すごいの。あのって言っても僕が見に行ったのって結構前で、最近見に行けてなくて、その前の BJ リーグっていう変わる前のやつを見に行ったんですけど、それもね、本当にね、あのなんていうの、あのなんて言ったら DJ みたいな人がいるのよ。実況みたいなのをしながら、こう観客を盛り上げながら、こう試合展開を説明していく人がいて、 DJ みたいなね、すげえ人がいて、だからすごいね、あのちょっとこう野球とかサッカーと違った楽しみ方っていうか、本当にこう場をが楽しくなる感じで、ちょっとアメリカンな感じなんですか？そうアメリカンな感じ、本当に。うわー、すごい。そうだから、ちょっとね、こう日本のバスケももう負けてねえぞみたいなところが見れるから、普通に試合も面白いし、やっぱいろんな地方各地にねチームがあって、うわ、見たいですね。そう、僕実際本当に見てみたいっていうのがあって、うんうんうん、一回は、人生に一回は、いや、行こう。ちょっと見てみたいな。まあ、NBA もね、もちろんね。はい、そうですけど。うん、日本も。バスケも絡んでますからね、うん、ちょっとね。見てみたいなっていう。見てみてくださいよ。行ってみたいです。うん、はい、行きましょう。じゃあ一緒行こうよ。どこでやってんの、絶対が。こっちだったらどこでやってんの？ちょっと調べて。はい。ぜひぜひ。行ってみよう。行こう。未知の世界。あ、いいならね。ですもんね。お互い未知だったね、ちょっと。そうっすね。やったことない。そう攻めてきたかと思います。はい、はい、ということで、じゃあバスケと将棋っていう、はい、ということで以上、ありがとうございました。